はい、今焼肉キング、笠寺店に来ています。キングコースを頼みました。ソフトドリンクね、2つ。自分はレモンスカッシュ1つで、次にですね、注文確定、オーダー送信。100分間食べ放題、ラストオーダー80分楽しく食べていきたいと思います。はい、みちこちゃんこんにちは。今日はね、日曜日ということでね、結構にぎわかな、受け入れたんですけど、楽しみに食べていきたいと思います。みちこちゃん、肉は好きですか？大好き。じゃあ楽しく食べていきましょう。キラチャンネルグルメレポ、何ですか？またありがとうございます。豚の炭塩です。じゃあレッツゴーゴーゴー。美味しいでしょ。美味しい。美味しい。これはいちごミルクスムージー？違う、マンゴーミルクスムージー。あっさり美味しい。あっさり美味しい？うん、ミルクかな。美味しかった？これはガリバタ？ガリバタ。これ。おお。ボリュームあるよね、これね。ボリュームある？うん。で、自分はご飯と、やっぱりキムチだよね。うん。2回やって帰りまーす。ボールつけ、ドラゴンを絡めていきます。焼肉っていいね。焼肉いいね。うん。今日一日さ、笠寺回ったもんね。すごいよね。うん。やっぱり夜はね、こうやってね、がっつり食べて、スタミナつけるとね。そうそうそう。炎がすごい。ねえ。テラチャンネルグルメレポ、名古屋市南区笠寺の焼肉キング笠寺店からです。ぜひ皆さんね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。みちここに何があるんだ。コリコリ？コリコリホルモン。ありがとうございます。コリコリホルモンです。みちこちゃんもコリコリです。いただきます。これは何ですか？ガリバタ？ガリバタ。いただきます。はい。ございます。ありがとうございます。美味しい。美味しいね。うん。うん。口の中で溶ける感じ。うん。味がすごい、旨味が加わってる。最高っすね。うん。大丈夫です。はい。うん、食べよう食べよう。これ今日食べて美味しいだよね。で、暑いからちょっと冷ましてから食べた方がいいね。冷ましたのに冷麺、これは何冷麺だって。なんか普通の冷麺だった気がした。なんか少量冷麺だっけ。少量、そうそうそう、少量冷麺。じゃあいただきます。すごい美味しそうに食べる。本当に冷麺。
ドラゴンハラミ。これごめんなさいね。めっちゃうまそうに食べるよね。つぼ漬けドラゴンハラミって好き、みちこちゃん。ね、好きだな。美味しそう。はい。あ、ありがとうございます。ドラゴンハラミ。はい。一番好きかもしれない、これ。本当？自分が出ます。うん。がっつり。コリコリホルモン。がっつりホルモンいく。がっつり。がっつり。がっつりホルモン祭りだこれ。ホルモン祭りです。がっつりいきます。ちょっとこれ邪魔だったら。あ、もうガリバタよ、よかすか。むしろイカ好きだった。今日はイカの日？なんかね、美味しそうに見えたもんで。食べないか。どう？俺エビ頼んだよ。エビを食べてみる？エビ？俺今エビ来るよ。今食べたんだから。ご飯？食べれたかね。これってもしかしてさっきのドラゴン漬けだよ。あ、美味しい。うまいでしょ。コリコリしてる。つぼ漬けドラゴン。あ、エビありがとうございます。これポン酢の豚です。はい、みちこがイカ食べる。なんかイカすごい今入ってる。ありがとうございます。イカ食べた。おいしい。さっきのイカの方がさ、ふっくりとおいしい。チョコ焼きドラゴンハラミ2回目落ちたよ。すごいな、これすごいね。長ドラゴンだな、本当にこれ。美味しかったね。はい、これもいきます。感動の餌。うん、言葉にならないぐらいうまそうだね、これね。ひたすら食べてる。うん、うん、よく食べるね。うん、うん、ありがとうございます。おいしいね。ありがとうございます。アメ交換ですからね。はい、ありがとうございます。おいしい。コリ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 、おいしい。いいね。このハラミもおいしい。これもう癖になるよね。うん、野菜も食べなきゃなのでシーザーサラダを頼みました。ツナシーザーサラダです。これアイスコーヒーだよね。またコリコリ頼んだら、結構コリコリ頼んでるよね。よくコリ。美味しい。やっぱりコリコリだ。王様みたいな。コリコリ。トマトさん、スープ？あ、いい。冷たい。でも私、ジャガイモスープ。
ジャガイモスープの方が好きだけどね。でもどの子スープどう？お味は。あ、美味しい。いける？ジャガイモスープの方がね。そうだね。2個目ショコラケーキ。トモノリはこういうの好きなんですね。柔らかロース。柔らかロース、これも俺のトンデンだよね。私なんかさ、一枚食べや。ありがとうございます。これをじゃあね。よし、よく食べるね。すっごい食べるね。もうずっと食べるじゃん。何、今日はなんかお腹いっぱい食べるんだよね。今日お腹いっぱい食べるんだね。うん、やっぱコリコリはハマるよね。そう、わお、美味しいね。来るよ。この天気だったらさ、寝かせにするか。うん、はい、みちこちゃんこんばんは。今ね、焼肉キング名古屋市南区笠寺のね、駅前にある焼肉キングに来ました。でね、今ね、美味しい焼肉を堪能したんですけど、うん、今日ね、あの自分、うん、あのドラゴンカルビつぼ漬け、あれ超ハマった。美味しいよね。そう、毎回キングさん来るたびにね、自分食べとるんだけど、うん、やっぱり美味しいわ、ね。あとはあのコリコリホルモンハマるよね、あのコリコリ具合ね。すごい美味しい。美味しい、うん。ホルモンって何がいいかっていうと、うん、脂身がないもんで。みちこ脂身の少ないホルモン好きだよね。そう、うん、なんかね、うん、ちょっとくどくなるとさ、うん、あれだからね、うん、うん、だから好きなんだよね。なるほどね。でホルモン、そう、今日ね、デザートもいっぱい食べたし、うん、あの焼肉キングって、うん、種類豊富だよね。そうだね。ね、3つコースがあるんだけど、うん、あの、ま、何コースだっけ。58品目のコースとキングコースとプレミアム、うん、そう、プレミアムになるとね、すべてのメニューが食べれて、うん、結構ね、レアなものが食べたりもするんだけれど、うん、そう、だけどキング真ん中のキングコースで十分かなと思うね。私も大体のものは食べれるよね、うん、そう、そう、ドリンクバーとかね、アルコール飲み放題はまた別料金になるんだけど。そうだ、ね、ドリンクバーはつけた方がいいよね。そうね、うん、美味しいね。まあ、自分も十分元が取ったんじゃないかぐらいのね、勢いで食べたんで。うん、だよね。ただコリコリホルモンだったの。いや、俺なんかカルビ系ばっか食べてたよね。そう、うん、やっぱりそれぞれ人は好きなものってあるからね。ね、うん、満足のいくあの食事を楽しむことができました。焼肉キング皆様におすすめします。テラチャンネルグルメレポ、名古屋市南区笠寺からでした。焼肉、そう、焼肉キングね、でした。チャンネル登録、高評価、テラチャンネルよろしくお願いいたします。テラチャンネル、テラ田智則と、はい、また次の動画でお会いしましょう。